南口、ああそっか。まあ南口も西口も、うんうん。まっすぐ行きゃ南口だし、うん、途中から坂になったところ左に行きゃ西口ですよね。そうか。西はやめようかな。西口がいいですか？いや、西はちょっとやめた方がいいかな。これ私電車。ここは狭い路地の中にいっぱいなんかおしゃれなお店があるんですね。ここはね、笹塚はね、うん、芸能人とか結構多いんですよ。ああ、そうなんですか、うん。ちっちゃい店が多いんですよ。ねえ、ちょっとこじゃれた小さなお店がね、いっぱい。幡ヶ谷あたりなんかにも、ね、うんうん、なんかあれとかつってね。ああ、そうなんだ。俺らはそのお客さんを待ってるだけだから。うん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 。うん、だからみんな駅から降りてくる人をそのお客さんにしてるっていう風でもないですからね。あ、そうなんですか。どういうんだろうなと思って、うんうん、なんかなんかああいうテレビの番組で、うんうん、レストランだとか、うん、飲み屋さんみたいな、うん、そういうの笹塚とかよく出てきますよ。あ、そうなんですか。でちょっと足を伸ばすとまた中野がありますしね、うん、ああはいはい、はい、タクシーで行ったって、まあ、1300円。そうですよね、そんなにかからないですもんね、もうまた中野がまたお笑いの芸人が多いんですよね、うんうんうん、とか高円寺とか、あ、高円寺とかはね、うん、多いですよね。で、売れると来なくなる売れねえ、ね、中野だと、うん、だからあれだと住居がこう、うん、なんでしょうね、こうどん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 上に上がっていくとかですね。あ、渋谷の方、まあ、大体もともと中野とか笹塚あたりだとまあ、まあ、あんまり売れてないっていう言い方もありますけどね。あんまり出てない方が多い、うん、それでその昔を懐かしがって戻ってきて、うん、なんとかみたいなね、ね、うん、そういうテレビ番組ありますもんね。まあそうですよね、まあ、お金がなかった時の生活と売れれば芸能人なんてお金ね、ね、俺たちが相当以上のお金を稼いだから。そうですよ、まあ、こじゃれたっていうかしゃれたとこ行ってね、ベンチャラ100万遍ぐらい言われてねベンチャラは嫌いだとかなんか言って、ベンチャラ言われたことないからそんなこと言ってるんだね。ベンチャラなんてずっと言われるとそれが当たり前みたいになって、うーん、なんでしょうね、人間なんておかしくなっていくんですよ。ねえ、金額が変わってきちゃいますもんね。ね、それは今までその何て言うんですか、ね、普通に何人かで飲んだり食ったりして、ねえ、1万円も払ってなかった相当の数で1万円ぐらいも払ってなかったような人たちが売れりゃもうびっくりするような金額が出るわけじゃないですか。ね、1人何万円ですからね。1人何万円だなんて、それでいっぱいついていってね、ね、50万も使ったってへでもないみたいな、なんかそういう話をされると、その何で昔は貧乏人かと思いながらも、ね、あ、だろうなとか思いますもんね。そうですよね。だからもうお笑いの人だってアルバイトをしてた人が、うん、なんですか、うん、あれですよ、うん、売れると BMW リベントですよね。ああ、そうですよね。だから、俺らなんかやっぱお客さんの人テレビ局とか行くじゃないですか、うん、そうすると、うん、たまに下の地下の駐車場から出てきた車と、あれするから先に行かせて、山崎芳生だったとかね、W 会とかも、すごいですね。ベンツなんて言ったってそれは値段はピンから9まである、まあね、うんうん、そんなもの安い車じゃありませんから、そうですよね、ピンでも安くないですからね。
なんか入ることはないからね。会社のパレードだよ、ね、そうでしょうね。うわぁ、まあ、家も会社のうちで、あそんなベントだの、そんな高い車も家ばかりじゃ買えませんからね。そうですよね、お金だけね。ね、元手がないとね、買えないですから。でもね、ローンでなんかだもんね、うん、ね、買えんことはないけど、とんでもないローン組まないかんようになって。そうですよ。それからにも、うん、どのぐらい稼げてんだろうかって言いたくなるぐらい、うん、まあ、テレビになんかあのお笑いでもなんて、おこがどのおこがこういうやつがいいんだろうかって言いと、ね、言われながらもなんかこうあれがいるじゃないですか、チューブどの番組にもでね、出てきてね。ああいう人はやっぱこの下手な鉄砲数打ち当たるで。ねえ。あれですよ。まああんだけ出ればそれは稼ぐだろうなっていう話になるんですよ。ねえ、そうでしょうね。1回いくらか知りませんけどね。ねえ、それが分かったらね。2万や3万のお金じゃないじゃないで、そうでしょうね。まあ、会社だってそれ、ね、ベンツだって買うことはないかなとかっていうね。うん、そうですよ。これまず言うと南口なんですよ。ああ、そうですか、ね、南口どうしようかな。東だと降りにくいですかね。東口だと、あ、南口と東口のちょうど中間あたりだったら割と下ろしやすいかな。あの、そうでもない。いや、別にどっちだっていいですよ。そんな、下ろしにくいとこなんかありませんから。どうしようかな。まあ、うん、一番その、なんていうかこう方向的に行くと、うん、あの1個、2個、3個目をぐーんと上がったとこが南口ですか、ね、そうですよね、あそこ一番ですよね。まあ、止めにくいことはないです。あ、本当ですか。どうしようかな。そこ一回下がっちゃったら戻るっていうか、東下がって左に行って左に曲がっていくと、うん、あの東口に行けますよ。じゃあとりあえず東でいいですかね。うんうん、とりあえずちょっと東で。それはなんか、うん、役者さんでもそうだけど、うん、なんか当たってドラマにこの人はしょっちゅう出てるなっていうような人が、うん、そりゃ劇団なんかのは売れねえ俳優の時と比べれば収入だって全然違うだろうし。そうでしょうね。まあ、貧乏人はどこまで行っても貧乏人っていう言い方もあるけど。いや、わかんないですよ。やっぱりその画面に出て売れれば、うん、それだけお金ももらうだろうし、ねえ、夫での俳優なんかとは違う。今までタクシーばっかりっていうか、タクシーもあんまり乗ってなかったような。タクシーに乗り出すとうち車が買って、うん、ね、すごく住居まで買ってきて、なんかのテレビで言ったのよ、中野区とか鯖塚あたりだと大事なことなくて、あ、そう、これが渋谷あたりとかなんかなると折れてきてるみたいな。ああ。が家賃が違うもんな。違うでしょうね。家賃が違うって、住むとこが違うだけの話でしょうかね。うん。なんでしょうね。これがおかしいな。まあ、所詮なんだ。なんだかんだ言って、売れねえときは文句ばっか垂れてる。売れ出した途端にこの途端まで変わるって、ね、そこが違うわねって言うけど。言うけどね、そんなことない。ねえ。特にあの、久本とか。うん。すごい生活してたって言ってて、今じゃもう、何倍にもっていくから。いろんな
番組は持ってるが、それでまたそのバラエティなんかでね、すごいですよね。若手だって、あの2人で食わしてもらってるようなもんでしょ。ねえ、そうですよ。なんか昔の話だけどな、できたんだ。聞くに聞くもなんだ、こんな言葉でして役者になりたいんかいみたいな。なんかさあ嫌だ、もうなんかもうその人間その卑屈にならしないかなって、大きなお世話ですけどね、好きやってるんだから、でも好き好き言ってもいつまでも若かないじゃないですか、限界がありますからね。うん、ねえ、そういうなんかじゃできないなと思う。そうですね、素人がね、なんか面白いことがあるでしょね、あるんでしょうね、なんかね、嫌なことが99で、一つだけ楽しいことがあれば人間は生きていけるとかで書いてある、あ、そういう世界じゃ絶対嫌だ。お支払いってタクシー券とかで大丈夫ですかね。大丈夫ですか。東口の駅がいい。そうですね、まあ適当にここら辺で下ろして、はい、もらえれば大丈夫です。はい、はい、すいません、じゃあ2000円分お渡ししますね。あ、お釣り結構なので、はい、車椅子だけお願いしていいですかね。はい、すいません、よいしょよいしょ、よっこいしょ。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですか。はい、あとは大丈夫なので、すいませんでした、お手数をおかけしました。はい、ありがとうございます。すいません、やっぱり入んなかったですか。ここもしないと、これがね、畳まればいいんですよね。そう、畳まらないんですよ。昔のやつはね、そうそう、畳む、これが折れなかったんですよ。あ、だからこういうのを持ってるわけです。あ、最近のやつでね、うん、これ畳まんないんですよ。折れないっていうのは、ちょっとこれ小ぶりだから。そうなんですよ、畳めなくていいやって。なんかここら辺がボタンでね、そう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 、だからこのパイプの改造なんかできるはずですよね。そしたら閉まりますよね、うん、ね、はい、はい、すいません。まだわかんない。どうしたらこんなに足りない。